1000年に一度のプレーかもしれないけど、その1000年に一度のプレーは僕のプレーかクーニーの走塁。今まで見たことがないプレーが飛び出しました。クーニンズで最も勝負強い男、タズロー。今年は打率3割を超えて絶好調。2020年は結果にこだわる、バットでチームを引っ張る、そう宣言した男は今季無類の勝負強さを見せつけてます。劣勢の場面で必ず一本を出す男、そして時にはボールを見極め球数を投げさせチャンスメイクをする場面も。選球眼がよくミートがうまいカズロー。キャプティ戦では149キロ中山投手と対戦した時、まっすぐを逆方向にツーベースヒット。強敵相手に結果を出し続けてます。そんな男が今日野球界初の珍事件を起こしました。まずはカズローのこの打席ご覧ください。都大会前の練習試合第1打席目、まずは初球スライダー、外れてボール。そしてこの2球目に注目してください。2球目もボールなんですが、カズロー、このボールをストライクと思ったそうです。ここから歯車は狂い始めます。続く2ボールからの3球目、カズローの中では1-1と思ってます。外のスライダー決まってストライク。実際のカウントは1ストライク2ボールですが、カズローは追い込まれたと思っております。そして事件は発生しました。4球目、カズロー打ちに行ってファールチップもキャッチャー取りました。そしてベンチに帰るカズロー、三振と思いそそくさと帰っていきました。ベンチもなんか違和感があるままこの流れに乗っかってしまいます。そして審判さんにご注目。2ストライクだったカズロー、ここは打撃放棄したとみなされてアウトとなりました。なんという珍しいプレーでしょうか。ここで公式ルールを確認してみましょう。引用元はアメリカの規則になりますが、日本でもこのルールを適用してますのでご覧ください。公式ルールブックの第8項 01C、 これに注目してもらいたいんですけども、今回のようにバッターが打席を放棄するようなケースに関してはルールボックスに記載がありません。そのためルールブックに載ってないような今回のようなことが起きた場合、審判さんが適宜判断してジャッジしていきます。そのことについて書かれたのが8項 01C です。つまりは滅多に起こらないイレギュラー案件に関しては審判さんが適宜判断するということなんですね。そして今回の場合、三振と思いベンチに帰ったカズローは打撃放棄したとみなされ、そのため審判さんがアウトを宣告してプレーを続行させました。本当に珍しい。カズローさん、今日なんか珍しいプレーありましたけど、なんか多分野球してて初めて見たし、まあ、2ストライクで三振になるという、2球外のスライダーが来てストライクだと思ってストライクコールもしたと勝手に思ってしまって、そのまま最後空振りして三振だと思っちゃったんだけど、まあ、どっちかがボールだったっぽくて。最初は膝元ボール、外で3球でしょ。それで空振って三振だと思ってしまいました。すみません。他のチーム残ってないんじゃない？多分まだかな。野球の歴史に名を残してないわ。恥ずかしい。一応名門校出身で、カウント数えられないっていう。
1000年に一度のプレーかもしれないけど、その1000年に一度のプレーは僕のプレーかクーニンの走塁。ちなみにカズロの言うクーニンの走塁とはこの場面、ワンアウト満塁でピッチャー返し、当たった打球がキャッチャーに返ってきてアウト。以前クーニン TV でも1000年に一度のプレーとして紹介させてもらったこの走塁。しかしこの走塁よりもカズローの今回の方が珍しいんじゃないでしょうか。映像をぜひ、うん、ちょっと見直してください、うん、まだだよってないんだね。ね、三振だと勝手に折ってしまいました。皆さんこのプレー多分ね本当にないんじゃないですかね。初です、多分野球界初のプレー。いやー、都大会前にこんなプレーしちゃダメですね、おじさん組が。どうすんの？どうすんの？30分やるしかないですね。やるの？絶対やんない。はい、ということでこのですね、カズローの2ストライク三振についてなんですけども、まあ、ベンチでね僕らも見てて違和感あったんですよ。あれ2ストライクだよなっていうふうに思うんですけども、本人がもうこっち帰ってきてるし、まあ、球場にボールカウントの表示もないし、まあ、記憶だけが頼りの中、まあ、打ってる本人がこっち帰ってきてるし、なんか自分たちがボールカウント間違ってんのかなみたいな頭になるんですよ。でこう確認して、あれまだ2ストライクじゃない、えそう、ちょっとスコア見せて、だよねってなってるこの間にね、もうバッターのね、次のバッターのリオも行っちゃってるんで、まあ、それで、まあ、こうタイミング的にこうアピールをね、こっちもね、あ、まだでした、止まりなさいってね、行く前にやっぱりもう宣告されちゃったんで、やっぱね、あのとっさの反応ってね、やっぱ準備してないことが起きるとちょっと遅れちゃうんですよね。もう本当ですね、想定外のことが起こった時のリアクションってこうやっぱりね、遅れるなと思いましたし、想定外だからこそね、まずリアクションしよう、ちょっと確認しようであったりね、その不利にならないようにこっちも早めに早めに動いていくっていう姿勢はね、大事だなと改めて思いました。勉強になりました。しかしカズロー、この試合の後ダブルヘッダー2試合目の練習試合ではしっかりと結果を出しました。川口市役所さんとのオープン戦、緑川の大学時代の同級生と対決した時、またもや得意の逆方向レフト前ヒットを放ちます。逆方向にも強い打球が打てるのがカズローの特徴。都大会も彼が活躍してくれることでしょう。ということで今回の動画は以上です。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけていく、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。